ベクヒョンは SM エンターテインメントに所属する韓国出身の男性歌手。男性アイドルグループエクソ並びにエクソ K、エクソ CBX、サプレムのメンバー。ポジションはメインボーカルである。本名はビョン・ベクヒョン。日本の公式サイトやマスメディアではベクヒョンと表記、故障されているがベクヒョンとされる場合もある。軽機動、富川市出身。 血液型は O 型。7歳上の兄が一人いる。中園高等学校卒業。2011年、SM キャスティングシステム合格。2012年、ケイヒロシサイバー大学校文化、芸術経営学科入学。架空設定能力は光で、単位のメンバーは、XM の例。残念な時に口にする、言葉ケプソンというオリジナルの造語を考え、 エクスファンのことを指すエリという略称も考案した。アイドルらしいタレント性を持つことから、アイドル2回目というニックネームが付けられた。趣味は、音楽鑑賞と映画鑑賞で、特には歌を歌うこと。愛気道とピアノも得意。ロールモデルは、歌手のレイン。よく聞く音楽は、R、R&B と、ポップスとパンクロック。好きな食べ物は、韓国料理と、バイオ中全パン。 好きな色は赤、好きな映画は SF ファンタジーとアクションもの明るく快活な性格。カニが大好物でキュウリが嫌い。女優末がベックヒョンのファン。背番号の4は野球で一番重要と言われている4番打者にちなんでいる。ビーグルラインの一人でチャン・ヨルと共に芸能人ボーリング団チーム1に所属している。好きなことは家で過ごすこと、寝ること、ゲーム。 ツアーの滞在先で家と同様に過ごせるよう、ゲーミング PC を持ち込むほど、エクソザロストプラネットインジャカルタ歌手を夢見るようになったのは小学校6年生の頃で歌手のレインを見たのがきっかけである。高校時代はバンド部に所属、渾水状態という名前のロックバンドで活動、ロックフェスティバルでは最優秀賞を獲得した。レインやシャイニーのダンスを、 みんなの前で踊ったりと、ムードメーカーな存在で、高校生活を送った。デビュー前に通っていたピアノ教室では、当時ピアノの先生だったディクプンクスのキムヒョムから、ピアノを教わった。実用音楽加入試の準備をしていた頃に、路上で SM にスカウトされた。2011年に SM キャスティングシステムを通じて、事務所入りした。同じオーディションを、チェンも受けており、共に合格して、 メンバー中最後に合流、チェンより3日前に入った。事務所に入ってからダンスを初めて習い、歌唱法も発生からやり直した。ベクヒョンとチェンはメンバー中最も練習生期間が短く、2人が事務所に入った2011年と同じ、年の12月22日に、エクソのデビュー前100日間プロモーションがスタートしている。2012年1月30日に公開されたエクソ。 K のホワット・イズ・ラブミュージックビデオを通じてリオと共に初披露された。2012年4月8日、エクソ K のメンバーとして韓国で正式デビューした。2013年8月に行われた韓国とペルーのサッカー親善試合で試合前の国家歌唱を単独で務めた。2014年5月6日に江南区内の公園に誕生日記念として、ベクヒョンの森が 増設完了した。2015年放送のエクソ主演ドラマ、エクソネクストドア私のお隣さんは、エクソの挿入歌、ビューティフルをソロで歌った。2015年、SBS 歌謡大祭典、トリビュートステージで、コキムヒョンシクの、雨のように音楽のようにを歌った。2016年に、ミスエェイの筋とのデュエット曲、ドリームを発表。 番組出演なしで SBS 人気歌謡トリプルクラウンとミュージックバンク2冠を達成した。エクソ CBX メンバーとして2016年10月に韓国でデビュー、2017年5月に日本でデビューした。2019年10月、エクソからカイと共にサプレムのメンバーに選ばれ、活動を開始。芸歴では、シャイニーのテミンの方が長いが、 年齢や持ち前の明るさからメンバー全員の意向でリーダーに抜擢される。同年よりソロ歌手としても本格的に活動を開始。7月10日初のソロアルバムシティ・ライツを発売。当時の歴代ソロ歌手初動売り上げ1位となる。2020年5月25日には2枚目のソロアルバムデライトを発売。初日だけで60万枚を超え、1ヶ月でミリオンを 達成。韓国では、ソテジワーアイドルのソテジ以来日に20年ぶりに、グループとソロの両方でミリオンを達成した歌手となる。2021年1月20日、日本初のソロアルバム、ベクヒョンを発売し、オリコン初週に、同年3月30日、入隊前最後となる3枚目のソロアルバム、バンビを発売、2作連続のミリオンセラーを達成した。 自身の誕生日である5月6日に入隊。工場戦機能低下症という持病のため、3週間の基礎軍事訓練を受けた後に、社会服務要員として勤務する。のついているものは、ペスジとの共同受賞主演は役名を、太字で、表記病死モデルは氏名を、太字で表記。ありがとうございます。